4番の山田武が人気になっています。さあ今脱勝です。ミッドナイト競輪仕様の静かなジャンの音が鳴っておりますが、さあ5番の中山は今構えて4番手ですが、脱勝4コーナー一気に発進するようです。1番の松本も踏んでいくんですが、残り1周回、さあここはできていきそうです。5番の中山ひろと、ただ後ろ離れました。1番の山田が追い切れずに、前々からは1番の松本拓也が追っていますが、短期先行を飛ばすのは5番の中山ひろと。最終バックを通過、後ろ大きく離しています。さあ勝てば初勝利の5番車の中山先頭、2番手が差が入ってしまっていますが、1番の松本や4番の山田、あとは3番の石川圧勝です。5番の中山ひろと初勝利、合輪、その後本戦。さあもう一度動いてくる3番の菅原洋介、今打賞ルーキーの2番安倍大成を叩いてきましたが、ただ後ろ離れました。5番の佐藤が追っていけずに、後ろうまく2番の安倍がはまっていくでしょうか。短期先頭3番の菅原洋介、残りはあと1周です。さあ2番手以下で関東勢続いています。新人の2番の安倍大成が2番手を追走していまして、最終の2コーナーへ、短期先頭の3番の菅原番手まくり、前変わっていった2番の安倍大成です。追って1番車は関圭、その後ろ4番は青木亮太、関東3人です。後ろ離していく、他関東ラインで決まっていきそうですが、先頭は2番の安倍大成、直線コース後ろ離して、先頭2番の安倍が押し切るか、最後粘って粘って押し切って合輪、初勝利2番の安倍大成。勢も来るかどうか、4番の大中拓磨動きまして、2番の坂本義則が追走です。チャレンジの準決勝3レース第3分戦、4番の大中拓磨が先行していくようです。3番手からは3番の藤野、一方の5番の桜井は後方6番手、人気の桜井俊幸は6番手からまくり返す競争、先に後位からは関東勢前を追っているんですが、逃げるのは近畿勢、4番2番大中と坂本、最終バック通過。さあ6番手からは5番の桜井が急接近迫ってきますが、じっくり後位からは3番の藤野もラストパート、藤野達也迫ってくるか、1番は堀勝正、直線コース、さあ迷子は捉え切ったかどうか、最後は3番の藤野か1番の堀か。桜井大地が先頭で今打勝です。対する4番の堀浩樹、121期生が5番手から前の様子を見て追っています。一気に行くかどうか、4番の堀、現在は5番手、残り1周これから切っていきます。どうやら先行は前から1番の桜井大地、桜井が準決勝先行です。追って5番の岡崎康史、3番は本間慎吾、その後追って2番は小西が4番手です。最終バック、後ろからは4番の堀浩樹がまくってくる。さあルーキーの枠井ですが、最終3コーナーから4コーナーへ、5番の岡崎のガードもありますが、そこを超えていった4番の堀浩樹、前を捉え切って先頭直線コース、先頭4番の堀浩樹まくり返しで連勝のゴール、あと接戦。まもなく脱勝というところ、今度は関東勢が来ました。6番の国、7番は船山、113期の同期は7番の船山浮世の方が出まして、最終主導権を取っていきそうです。あとは4番の小西木本が決めていますが、残りはあと1周回、一気にかますのが5番車の竹内優也、竹内がどんと行きました。後ろは3番の阿部博之、主導権は北日本勢、それを懸命に追っていくのが7番の船山右京、後方からは6番の国、渡辺秀明、神奈川勢まくってくるんですが、前粘っていくのは5番の竹内優也、番手回り3番は阿部博之、あとは7番の船山右京や2番の堀も突っ込んでくる直線コース、さあ粘るのはさあ3番の阿部追い込んで合輪、その後は2番の堀、4番手脇本。一気に秋田勢が前に出ていくようです。6番門脇、7番高橋、この秋田の2人前に出まして、少しペースを落として別線を睨んで、これからペースアップしていきそうです。
3番手からが4番の渡辺隼太、そして2番の房州テリアは6番手、人気の房州は後方になっています。最終2コーナー先まくり4番は渡辺隼太、静岡勢追って3番の吉武、ここは前を捉えていくでしょうか。最終バック後ろからは2番の房州テリアも来ましたが、さあ踏ん張る6番の門脇翼粘っていますが、並んでくる4番の渡辺隼太、3番は吉武直樹、直線を前捉え切ったのは3番の渡辺隼太が、3番の吉武直樹、そして2番の房州テリア。5番の後藤も前踏んでいくんですが一旦引きました。そして後方からが地元6番の森田浩二、 A 級の準決勝。さあ森田浩二が一気に発進、最終ホームかましていくようです。3番の水森をかわしに行った、ここは6番森田浩二が主導権、ただ4番の宇佐美が追い切れずに、前からは3番の水森が2番手追走からバンパクで打っていく構えです。最終バックを通過、6番の森田浩二先行ですが、2番手で3番の水森優太が回っている、あと追って2番の星野達也、1番の丸山圭一4番手、さあ番手からは3番の水森、あとは2番の星野も突っ込む直線越し、前からあった関東勢、最後はどうでしょう、2番の星野が追い込んでゴール、3番の水森ゴールは関東勢。あと短期4番の植木もチャンスを狙っての競争となっています。今打賞です。ライン3分線、7番の吉松健二、今日は先行で行くのか、1番竹澤はそこを上がってきているんですが、こういう3番手を回っていこうとしています。ただ内側にいますのが5番の伊藤アルト、3、4番手並走になっています。主導権は関東勢、7番の吉松、番手回りが2番の渡辺康平、ここはチャンスです。後ろを牽制していますが、今の渡辺3番手並走からは1番の竹澤浩二が前を追って、突っ込むのは4番の植木和弘、植木が上がってきている。3コーナーから4コーナー、1番の竹澤苦しい、交代している。追ってくるのは5番の伊藤アルト、先頭変わった、4番の植木和弘先頭だ、植木が先頭で最後は5番の伊藤アルト並んでゴール。内側に入ってきている中部勢です。4番の谷本が3番の丸山との並走になって、ここがもつれています。ジャンが鳴って今3コーナー、さあ 2,3 番手並走、これを見て1番の後藤優マイペースの先行になっていくようです。ラインの3番手5番の山口慎吾も並走を絡まれていますが、さあここは番手内側のと4番の谷本を奪い取っています。3番の丸山遅れました。さあ2番手4番谷本翔輝を追って、その後もずれていますが、2番渡辺健人、3番の丸山依然並走になっていますが、最終バックを通過、先頭は1番の後藤優、2番手は懸命に追走する4番の谷本翔輝、その後ばらけました。3番手以下は6番の岡崎や5番の山口慎吾、直線コース、最後は4番の谷本翔輝並んできました。1番下の後藤優と接戦。